さよなら毛利さんの放送がありまして、実況配信をしに参りました。入れとくかテロップ。それはさ、本当に言ってるのかさ、あの冗談で言ってるのか。ダメだよ、12時過ぎてるよって。怒られた。違うんだよ、これお仕事なんですよ。12時超えてるけど、この後私たちの冠番組が放送されるので、すいません、12時超えてるんですけど、実況させてください。わかんない、なんかこういう時だけはいいらしい。じゃあいつもよくしろよってね、テロップ入れたいと思います。さよなら毛利さんってなんて略してるんだろう。さよ毛利、さよさようなら、さよなら、いやこれね、いつもならね、ここでね台本に書いてあることをね、あの読むんですけどね、手元にねないので、書いてあるであろうことを今から喋ります。なんて書いて、こないだ読んだけど、ガチガチにあの台本をね読みながらね言ってたからね、覚えてないんだよね。あ、そう、髪切ったんですよ。なんて書いてあったんだっけな。この配信は、この配信は、0時59分から放送されるさよなら毛利さんをみんなで一緒に見て、番組を盛り上げようという。だからじゃあ飛んだとかじゃなくて、あの台本が送られてきてる携帯これだからちょっと見れないなっていう。とりあえずみんなはハッシュタグをつけてツイートしながら見てくれよな。わからん。さあ、とりあえずみんなで一緒に見てワイ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 楽しく見れたらいいんじゃないでしょうか。つけよう。あ、ついてるか。でもまだ始まらない、59分だから、あともうちょっと、10分ぐらい。なんかイメージ変わったね。私も切りたくなかったんですよ、ロングのままの長さでいたかったんですけど、でもちょっとどうしてもちょっとね、お仕事の都合上もう量を減らさないといけなかったので、うーん、仕方なく切るんだったら本当は この辺まで行きたかったんだけど、でも後でまたエクストをつけたりとかしたかったから、そしたらあのこういう長いやつを取っといた方が、そのつけた時に馴染みやすくなるから、だからね、そう、お腹空きました。なんかこういう時にちょっと食べられるね、なんかちょっとしたものがあると助かるんだけど、がっつり食べる系の食材しか今お家にないからさ、困りましたね。やだ、これね全部切っちゃうとね、後で長さ足したいなって時に全部なんかすごい数をつけないといけなくなっちゃうの、私なじまないし、なんか短い系と長い系みたいになっちゃうか。こういう切り方しといたら後でいくらでもね元に戻せるので。一応これウルフなんだけど、今お風呂入ったからあのぺたんこになってます。エクステって高いものなの？まあ
まあ何でもそうだけど量によるのかな。まあ高いんだけど、うん、お風呂上がった。ちょっとやっぱ今日はミャオさんの卒業公演に出させていただいてたんです。まあ、今日は結構ラブリーなお衣装もあったり、この髪型やっぱ首詰まってるあれだと見えないし似合わないなと思ったから今日はやめました。おろす、編み込んじゃいました。今日はほんとにお腹空いたんだけど、困った。コンビニ行くのもめんどくさいしな。インスタントのお味噌汁かな。ウーバー、ウーバーはさ、こういう時間にもやってるの？いちごとかない？ない。そうなんだ。本当だ。え、どうしてお城が来たって。誰だ、誰、あれないな。ありがとう。お城誰かな。うん、いないな。GGI さん、 GGI さんありがとう。なんでかな台本読まないの。うんとね、さっき書いてあるであるあろうことを喋ったからよしとしてるみんなで盛り上げよう もし怒られたら土下座しようと思ってるごめんなさいって。代わりに次実況配信する時が来たら2回読むんで怒られたら。今日はゆいゆい出るの。あー待って、どうだったかな。あ、いたはず。いる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 。ちょっと収録した順番とゆいゆいが間に合った時間がごっちゃになってる。確か来れて、この収録はね参加したはず。私も記憶がなんか曖昧で。偽物 AKB ちゃんは初回だからね、今日はまた違うんだよね。ほんと嬉しい。見た今のコメント、今日は美人度がすごいだって。嬉しい、やった。多分見慣れない髪型だからそう錯覚してるだけだよ。ありがとう。でも嬉しいお言葉。本当にカーリングね、普通にみんな面白かった。カーリング番組として成り立つぐらい面白かったそうだね、ちょっとね、いつぶりだろう、2年、2年前くらい、3年、2、3年。
あの時はちょっと前下がりボブっぽく切ったのかな。本当だ。ハスさん、ハスさんありがとう。タワー出して出して、みんなこんな日に投げてくれるのありがとう。どれぐらい切った？めちゃめちゃ切ったよ。だってこれくらいだったもん。そこすごくね軽くなりました。私さっきから髪型の話しかしてないですね。あ、そうなの、見れないのね。じゃあ Hulu でやってるよね。 Hulu やってたっけ。あ、ほんとだ、キスバイエイトのバナ、あーほんとだついてる。あ、これで思い出した。なんかさ台本にさ左下のなんかツイッターのマークをして、そこからなんかつぶやいてねみたいなことか誰も知らないよね。そのなんかそんなこと先週読んだような気がする。気のせいかな。なんかそんなことが書いてあった気がする。なんかいつもどっかにあるから、なんかそれと連携してつぶやいてねみたいなことをいつも言ってる気がしてた。ありがとうバナーのことを教えてくれて。そろそろかな。あー、そろそろ、そうだね。時間にマックの CM はやめてくれよ。あ、始まった。カーリングだよ。めっちゃモーリーさん出てくる。今日は暴露カーリングって言って、なんか2つのチームに分かれて2回戦するんだけど、分かれて2回戦やって、あの的音から外れたり枠外に出したりしたら、その人の暴露ネタがはい、あの晒されるという、そういうやつをやってきました。私もあったよ。結構際どめなネタが。みんな可愛い。本当みんな可愛い。ほらみんな上手くない？ごめん見てない人わかんない。今カーリング始まったんだけど、カーリングみんななんか面白いのよ。そう言っていい？私もめっちゃ上手かったカーリング上手だったの。私もなんかね、それが嬉しくて舞い上がった。長い入れ見た。でマレミタンがカーリングをね
やろうとしてます。ほら、うまくない？めっちゃめっちゃ上手なの、みんな。ねみたん、すっごいおもろい。ナイス。そうなんだ。エリーちゃんの暴露ネタは誰が投稿したかわかんないけど、とにかく足が匂うらしいです。このミーさんのリアクションも本当にそのくらい強烈だったのか、後輩のために一肌脱いでくださったのか。ちょっと優しさ、どうなんでしょうね。そんな風に思ったことないけどな。馬じゃないんですよ。とみなちゃん、マラララへの注文が多い。え、なんだろうこれ。これ思い出せない。あれ？なんだっけ？とみなちゃんの番。うまー！うまー！めっちゃ上手。上手じゃない？ごめんね、見てない人わかんないよね。いや、みんな本当にそんなめちゃめちゃ練習してない。あの、どれぐらい滑るかだけみんな確認しといてって、本番前にほんと1人1回ぐらいずつユンって滑り具合を確認したぐらい。 AKB1 何々が悪い。うまー、みんなうまー。そっか、回避したから覚えてないのか。あの、カーリングが上手すぎちゃって、あの、ナーミンちゃんとか、あの、この辺の子たちの暴露ネタが。あれ？覚えてないの。あ、なるちゃんの覚えてるわ。なんでなるちゃんの覚えてるの。なるちゃん一人でこれ自爆するんだっけ。かわいい。なるちゃん下手ー。なるちゃん普通に下手。自爆しました、なるちゃん。ネクヤは必ず最後に出る。そうかな。私逆になるちゃんいつも早めに出てるってイメージあったけど。これはちょっとメンバーごとに認識が違うかもしれないです。そんな怪しいと思ったことないけど。家知らないのか。え、でもそんなお家知ってる人いない、いないですね。知ってる人逆にいたっけ。あ、したくんのは覚えてる。覚えてるってことはしたくんの自爆系か。あー、下手でした、したくんも。したくんも下手っぴさんです。そうなんだ。人の腕をかむってどういう感じ。あ、イメージが、びっくりした、イメージか。すご
ごい先輩の腕をよく噛んだなって思っちゃった今。やばっと思ったけど今の違うイメージ図では違う。私もびっくりした。酔うと人の腕を噛む。記憶あるんだ。どういうこと？腕を噛みたくなるって何事？あ、ナナさんもド下手くそでしたね。勢いは良かったですね。ナナさんは下着がダサいって暴露されてる。でも確かにね、ナナさんいつも変なパンツ履いてますね。なんかね、パンツと目が合うの。おしゃれとかがかっこいいとかじゃなくて、なんかうわって。そんな下着手にしたことがないですね。思ったね。なんかこういうさあ、ちょっと普通だったら恥ずかしいけど、こんな下着の話をノリノリでしてるところに、そう、あ、いいんだって私も衝撃だった。まあまだライトな感じだからね、まだ触れやすいって言ったらあれだけど、まさか暴露ネタでこんなことが。怖っ。ちょっとおしゃれなのつけるようにしよう。私はやだ、いつか暴露される日が来るのかな。あー、ゆきりんさんも自爆した。ゆきりんさんなんだろう、なんだっけ。あ、ゆきりんさんはなるほど、自分からこう、もう自爆中の自爆。なるほどなるほど、その線もあるかもしれないですね。ゆきりんさんになったとたみんなわざとかなって言い出すのちょっといじりすぎ。何、りんちゃんも愛情表現か。な、ありえないですどういうこと絶対しない。噛むってちょっと痛くない？ちょっとあんまねえ共感できないですね。普通になんかね、腕を組んだりとか、なんかギュッとしたりとか、そういうことなんじゃない？ハイボール飲みたく。確かになんかこの時間ビールの CM が、お酒とか。ちょっと今のところ私は飲まない類ですね。ハイボールは美味しいの？一回メンバーで、すっごい前だけど、飲んだ時にすっごい、私が飲んだやつはその時はあんまり美味しいって思わなくて、それから全然飲んでなくても、飲んでない。なんだっけ、なんかハイボールはそんなに、なんだっけ、砂糖が入ってないとか、なんかそういう感じだっけ。なんかなんだっけかな、苦いなと思ったんだっけかな、私はいいやと思って。あ、リハーサル中もメイクなし。これ何の時だろう、この椅子が出てるって何の時だ。全国ツアーかな、なんだろう。
私はブロン、やめて。ちょっと待って。ブロン、舞台の話だからね、それはね。あ、ワイのターン来た。私の暴露ネタ、そんな長く映さないで。うん、これなんだっけ。ああ、そう、この間のね。SNS でファンにほにゃららする、なんだろう、あれ回避したんだっけ。おお、勢いが良すぎ。え、これそんなに思ったことないけど、そうなの。まほっちゃんは SNS でファンに病んでるアピールするっていう暴露ネタが投下されたけどさ、そうなの。私はそんなイメージなかったの。初知り？そうな、あー確かに私も言われたっけか。あー、なんかどこに分布するかみたいな、なんかあったね。でも本人にその気がなくても周りがなんかそういう感じにする時もあるぞ。私うまくない？うまくない？かわいいね、かわいいじゃん。もうこれは即もう暴露ネタが。ぬいぐるみの扱いがひどい。あぬいぐるみがなんかお荷物の中にぶっ込まれてますね。ぬいぐるみっていいよね。そう、私いい位置にいるんだけど、いい位置にいるからこそよね。狙われやすいよ、あそこは。これ気になるよね、ゆいりさん。何かに大金をつぎ込んでる。さよなら毛利さんはカーリング番組です。うまくない？
リングのロケに行こうだって。月ちゃん。まあ、みんなはね、暴露ネタを聞きたいでしょうけど、私たちとても上手で。私だったそうか、ズキちゃんにやられたんか。はーい、暴露ネタ。言い訳タイムしてます、私が。私はリモート会議はお風呂から参加してます。結構一方的にさ、なんかこういうこと決まったよとかなんか言われるから、私たちがあんまり発言したりする機会ってそんなになくて。でも本当にもう話してる人以外みんなカメラオフだし、ミュート、音が聞こえないような設定みんなしてるから、だったらなんかこの時間聞く、ちゃんと聞いてるから、時間を有効活用しようと思ってそう、お風呂入ってた。でもちゃんと聞いてる。シャンプーとかしてない、ちゃんとお湯に浸かっている時間。え、でも本当意見する間もなく、こう決まったことをこう、うんうんってうんうんって聞いてるから、月ちゃんは同期としか話せないでしょ。そんなことないけどな。おさも自爆しました。有名です。でも日常茶飯事すぎても、私たち側からしたらそんなに暴露でもなんでもない。みおさんいつもそうだよって、みおさん空いてるよっていつも思ってる。なんかさ、もう困っちゃうのよ、こういうさ暴露ネタみたいな、もう本当になくて。もうなんかそもそもそんなになんか話せるネタ持ってないし、もう全部出しちゃったから。ですごい結構な数来るのよ、なんかないかなんかないかって。だからちょっと本当にちょっと変なこととか、まあ、変っていうかちょっと人と違う行動とかアクションを起こすとすぐネタにされちゃうから、本当に嫌ですね。やだ、盛るの本当に無理、嘘つくの本当にできないから。くるくる、こういうのすごくくる。確かにファンの人に聞いた方が、確かにそれいいね。なんか自分パターンもあるのよ。自分でなんかまだ誰にも話していない、おらららとか特技とかありますかって言っても、もうさ7年8年とかやってきてさ、全力で生きてきたから、これまだ誰にも話さず撮っておこうっていうネタもないのよ。全部出し尽くしちゃってるから困ってしまうんですよ。だからこういう時のためになんかやらなきゃとか、なんかそれも違うしさ。あー、ほんとやだ。ない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 。
そう、これ毎朝大変なの、これ作るの。あーいいね。え、じゃあ今度ちょっとリンリン頼りでみんなからいろいろ募集しようかな。なんか知ってるネタないって。本当？髪型いい感じ。私的にはもう仕方なく切るかっていうテンションだったから、あんまり切った後もテンション上がらなくって、自撮りとかも全然しなかったんだけど、いやでもまあ一応撮っとくかと思って撮ってあげ、ツイッターにあげたらなんかみんなが「あえっとのあれ CM だ、ありがとうございます」。だから本当になんか思ってたよりみんなが。私結構さ、なんか髪の話をした時にさ、みんながさ「え、切らないで」って言うから、「わ、このヘアカット誰も得しないじゃん」と思ってでもやっぱりさ、スタッフさんとかやっぱりそのピーターパンのあれね、やっぱりない方がフィットもするし、その毛量の分結構浮いてしまうから、ウィッグとかが。だから収まってた方がよく映るよって言ったし、舞台上とかでもあんまり毎回のセットとか大変じゃなくなるって言ってたから、それで切ったんだけど、なんかほんとみんなのいいよっていう、なんかそういう良さげなリアクションにすごい救われたし、それでそのコメント見てからめっちゃ自分もやっとテンションが上がってきて、いっぱい写真撮った。いやでもね、衣装によるな、似合わないんだよね、可愛い衣装とかだと。てかこっちの話に夢中になっちゃって今全然実況してなかった。また CM 入ったね。イヤーカフってすぐ取れちゃう。前髪は少し切った。いや切ってないかな。でも帰ってからもちょっと自分で切っちゃった。学生の時友達の髪の毛切ったんだよね。その要領でいけるかなと思って自分でチュンチュンチュンって切っちゃった。自分で切ったのか。なんかこの辺、この辺この段差とかが見えるようにと思って自分で言っちゃいました。切れれば何でもいいんですよ。稲川さんだ。いや、いつか稲川さんに何かを取ってもらうのは夢ですね。いつかお仕事でご一緒できたらいいなってずっと思ってる。やっぱりまあ稲川さんが撮った映画結構見てるんだけど、やっぱ AKB っていうとヘビロテとか、もうヘビロテの可愛さやばいよね。さよならクロールも好き。やっぱあのお花があって華やかな世界観すっごく私大好きだから、女の子みんな好きだよねあの世界。え、私まだ一回も一緒にお仕事したことなくて。ひーちゃんの暴露ネタ、ダンスに関しては先輩相手だけ切れてはないと思うけど、なんかこの時間お腹空かない、なんかじゃないよ、めちゃめちゃ空いてるよ私今本当に。今もう食べ物ないかなってすごい思ってる。
返しなかったら相当短いね。うん、相当短いと思う。こんぐらい？こんぐらいかな。なんかもうこんぐらいになっちゃう。あ、終わったよ。一番の白いドルは誰？あー待って、これも見せちゃうの？ひどい。せっかくみんなこんなこの日のために用意したコーデだったろうにさ、本番中もすっごいすぐに発表するじゃんと思ったけど、予告でも見せるっていうねえ、もっと大切に使って今の素材、ひどい私たちもそれがメイン企画だと思ってたの。すごい方たちがこう審査してくださってみたいな。そしたらもう3本目撮りますわーみたいな時にもうすぐに「はい1位どれどれに」みたいな、そうダミーの企画だったっていう。私たちもびっくりしたね。予告の使い方でもすごい雑な扱いをしてました。え、これみずきちゃん、めっちゃかわいい。みずきちゃんが CM 出てる、かわいい。あ、やめて、この時間に味噌とかお味噌汁の CM やめて、ほんとお腹すく、やめてほしいわ。カーリングは終わりですね。来週のなんかおしゃれな感じの企画お楽しみに。マック、マックもこの時間やってないですよ。リンちゃんもおしゃれしたの？リンちゃんおしゃれ知ってません。24日にネオンキッズのインスタライブ、なんだそれ、なんですかそれ、私知らないやそれ。実況配信は毎週でも可能なの？なんでしょうかね。来週もいるのかな、オカベリンは。これが助け、本当ありがとう。私ほんみんなにズタボロに言われるかと思ってた。近代で欲しかったのにって言われるかと思ってた。なんかみんながそう言ってくれるんなら本当よかったです。私はこのスタイルで、この髪型だったらこのスタイルでいたいんだけど、でも衣装でやっぱどうしても決まりだから飾りつけなきゃってなると、このこれを崩してつけないといけなくなるから、それが嫌なんだよね。あの衣装が嫌だってことじゃなくて、髪型はこれでいたいから、だからそれが叶わないんだったらもう一つにくくっちゃう。のスタイルちょっと珍しくない？そうだよね。うんうんうん、もう眠くてよく分かんなくなってきた今日ね、森井くん初めてやったの。すごい昨日頑張って覚えた。いつも大人たちが言っていたわ、自慢ないで森の中で遊んではいけないと。すごい、これ覚えるの大変だったんだから。ほんと
理由さえも聞かされないまま、子供たちは森を恐れた。ここ好き。嘘とした木々たちに閉ざされ、道も見えない遠い世界。誰かさとみなちゃんがちょっとねあ、振りなんだっけってやってて可愛かったちょうどここにさとみなちゃんが私の前にいて、私もすごい覚えたのギリギリだったから、うんーってちょっとこうやってはっきりとは見てないんだけど、視界の中にさとみなちゃんの手振りが入ってきたんだけど、あ、一瞬忘れたって目撃しちゃってすごい可愛かったAKB ショーで見た。嘘、これ AKB ショーでやってた。へえー、そうなんだ。私本当になんかメンバーが好きって感じで、メディアに出てる AKB を追っかけてた雑誌とか、そういう応援の仕方っていうか、そういうファンだったから、劇場公演とか曲って本当表題曲以外本当に知らなくて疎くて、だからキャプテンになってから、まあ、A だけだけど声の曲知るようになったから、でだから森江光も結構知らなかったのよ本当に最近まで。ね、自由に東京に行っていろんな現場に行って直接会える系のね、そういう応援の仕方できてたらよかったけど、そんなね、お小遣いたくさん持ってるわけじゃなかったし、東京に行くなんてもうすごいことだったから、年に1回行けたらいい方だったから、東京行くのエネルギー使うだけじゃなくて、もう全てをかけていくっていう感じだった。正直に全部だってさ、欲しいものもやっぱりさ、たくさん目の前に広がってるからさ、我慢とかじゃなくて、まあ、むしろ全額出しても自分が欲しいと思ったもの買えない、一生懸命おねだりして買ってもらうとかさ、そういう感じだったし、電車の乗り方もよく分かんなかったからさ、行きはいいとしても帰りどっから乗ったらお家に帰れるのかとかも全然わかんなかったからね。だから今過去に戻れるんだったら、なんでこんな話してるんだろう今の私が、そう、小学校6年生とか中学1年生の頃の自分を東京に連れて行ってあげたい。夜行バスとかいう、まあ、ないと思うけど、茨城多分その時ないかな、なんかそういう手段なかった、選択肢になかったし、あるの知らなかった、夜行バスっていう存在を知らなかった。うん、私はそう、オーディション AKB が初めて、チームメートが本当初めてだった、最初で最後と思って、もう受かるとも思ってなかったし、思い出作りにこの事実が、受けたっていう事実だけですごい財産になるなと思って、そのくらいのあれで受けたので、ほんと今ここにいることがすごい、あの時、まあ、言っても勇気は出したから、初めてあんなねよく踏み出したなと思って、エモな話になっちゃった。すいません、皆さんも眠いですよね。では、はい、終わりにします。ジジアイさんとハスさん、ありがとう。なんかこんな配信だったですけれども、
やー、ほんとミャオさんのさ、桜の花びらたちやばかった。ほんとやばかった。もうあれ超えられないよ絶対。もうほんと今後なんかもう過去一最高の桜の花びらたちを聞いた気がする。ねえ、ほんとすごかった。もうリハからもうやばかった。私聞いてて、また会えるので備えをミョウさんに伝えたいと思います。 それでは私はドロンしまーす。 じゃあね、みんな今日も見てくれてありがとうございます。さようなら。じゃあね、バイビー。見てくれてありがとう。じゃあみんなこの後もさよなら。毛利さんに出てた岡部凛ちゃん可愛かったなーって つぶやいて。 冗談です、嘘です、そんなこと思ってません。じゃあねー、バイバーイ。おやすみ、見てくれてありがとう。